はい、また編み方を変えたいと思います。はい、皆さんおはようございます、セノンです。はい、こちらずっとずっと編み続けている、まあなんてことはない、なんだろう、ストール、もうよくね、目的もだんだんわからなくなってくるぐらいダラダラと編み続けているんですけれども、一応緑色のね部分ここまでやってきまして、でふと思ったんですが、これねずっと長いんですけれど、最初の頃のここの長さですね、ここのめっちゃ長いんですけど、長さに比べたらあれいつの間にかちっちゃくなってると多分おそらくここの横の、まあ、目数ですね、ちょっとね少なく、ちょっとずつ意識してない間に少なくしていってしまってて、まあ、気がついたらね、この長さ、この縦の長さで安定して編んでたんですけど、よくよく最初の方を見るとめっちゃ幅あるんですよ。なのでちょっとここいらで、この最初の先頭のね、ここら辺の幅になるようにちょっと目数を増やしていこうかなと。あ、もう何て言うんでしょう、終わり良ければ全てよしで、こう何て言うんでしょう、今こう、まあ、最初はネット編みでね、ダブルネット編みでこう三角形に編んでたんですけれど、そっからね微妙にちっちゃくなってるんですよ、ここが。ここの幅よりもここの幅ちっちゃいんですよ今。で幅ちっちゃいまま来てるので、ここら辺からもう一回ちょっと大きくしてしまえば辻褄合うかなとおそらく首に巻いた時にここね首あたりになるんですよ。なので首に巻くところはちょっと短めでね、短めで、でこう、なんでしょう、縛るというかこうピッて止めるところはちょっと幅広でっていうものにしてしまえば辻褄が合うんじゃねえかなとでもうそろそろ多分こう広げていって、だから多分フリフリっとなるような感じになるのかな、もうどういう形になるのかすら今迷走しておりますが、とにかくこの幅ではないことは確かなんですよ。なのでちょっと目数を増やしていこうかなと思います。うん、編み方も変えて糸も変えてなので、まあ当然ね最初何を編んでたかを忘れてしまうんで困ったなという状態なんですけど、で今このね緑色の状態、こう長々編みを11目編んでる状態でビヨってやるとこう伸びてんですね。おそらくこのぐらいの目数で OK だと思うんですけど、今それを鎖編みでこの上ですね、この上の部分を編んでしまうと、これがキュッとちっちゃくなっちゃうので、このまんまキュッとさせないような状態にしたいと思います。でこれちょっと邪魔くさいので、そうコメントで教えてもらいました、まとめればいいんだよねっていう話でちょっと軽くゴムでまとめておきましょう。そしたら編みやすいということで、で今ここせっかくねこうダローンと長くなったので、このまんま、まあ、パイナップル編みに近いのかな、ちょっとやってみましょうか。まず鎖編みを3目、1、2、鎖編み3目してくるりんして、まあここいいかな、端っこの1目めに細編みで1、2、3目して1個飛ばしてかな、1つ飛ばして細編み1、2、3目編んで、1本飛ばして細編み1、2、3目編んで1本飛ばして細編み1、2、3目で1つ飛ばして細編み1、2、3目で、1つ飛ばして細編みと。でもう隣にもう1回細編みをして、でまた1、2、3目編んで
1つ飛ばして細編み、1,2,3 目編んで1つ飛ばして細編み、1,2,3 目編んで、1つ飛ばして細編み、1,2,3 目編んで1つ飛ばして細編み、1,2,3 目編んで1つ飛ばして細編みと。で隣の1目にすぐ細編みして、これでやってみましょう。で最後1,2,3、まあ最後1,2,3目編んでかな、はい、で細編みと。ちょっとペロペロっといきなり大きくなりましたが、はい、これで鎖編み1つして、鎖編みもう1個か、2目編んでこの中に細編み、1,2,3目編んで次の鎖3目の中にという、こうちょっとパイナップル編みですね、要するに。これをやっていきます。でこの塊と塊の間ですね、ここはどうしようかな、鎖5目ぐらい、1,2,3,4、鎖5目ぐらいでもうすぐ隣に行っちゃいましょうかね。でまた鎖3目編んで、よいしょ、1,2,3,3目編んで細編み、1,2,3目編んで細編みと。はい、で最後に来たので鎖編み2目編んで、これの1目、1,2,3目目かな、3目目のとこに細編みと。はい、ちょっとフリッと大きくなりました。無理っとですけど大きくなってきました。今これをもうちょっと伸ばしていこうかなと思います。で次3目編んで、ここに中に長編み入れて、長編み2つぐらい入れちゃおうかな。ですぐ横に細編み。で鎖編み3目編んで、よいしょ、細編み、鎖編み3目編んでは細編み、1,2,3目編んでは細編み、で長編み、鎖編み5目のとこに来たら、この中に長編みを5目で、すぐ隣の鎖編み3目のとこに細編みで、1,2,3目編んでは、はい、細編みで、最後長編みを3つですね、3つして終了。どうしようかな、1でくるっと回して、こう一番最初細編みして、鎖編み3目編んでかな、3目編んで次のところに細編み、1,2,3目編んで次のところに細編み、1,2,3目編んで次のところに細編みと。まあ、1,2,3目編んでここに細編み、3目目ですね、5目中の3真ん中、5目中だから3目目かに細編みして、また鎖編み3目編んで次のネットですね、鎖3目のネットのとこに行って、あとは鎖3目の細編み、鎖3目の細編みと。うん、なんだかんだ言ってここまでやってきました。パイナップル編みっぽく見えるかな。で鎖編み3目編んで、最後一番最初の最後の長編みですね、長編みだから立ち上がり3目目のところ拾っての、よいしょ、細編みかな。ほい、いきなり幅広げてみました。
元のも元に戻そうという感じですかね。で、鎖編み3目編んでくるりんしまして、でこの中に長編みを3目ぐらい編もうかな。で隣のところに細編み123の細編み123の内側あで細編みして、ここ長編み5目のねところの鎖編み3目ので、ここには、長編みを3目ずつ入れたいなと。あっていうか長編み3目入れて鎖編み3つ入れて、もう片方のとこに長編みを3つ。はい、隣のネットに細編みで鎖編み3つして、隣のネットに細編みと、ですぐ長編みを3目編んで、で鎖編み3つ編んで、隣のネットに長編みを3目。もう行き当たりばったりで編んでおりますが、なんとかなんとか、ほら一つのパイナップル的な形になったかなと思います。はい、ざっくりですけれども書きました。一番最初このアーチ状長長編みだな、これ長長編み、全部長長編みです。はい、で全部長長編み11目あるアーチ状のところの上に一番最初こう鎖編み3目細編みで、1目飛ばして鎖編み3目細編み、鎖編み3目細編みと1目飛ばしていきます。で11目奇数なので両端にね細編みくるんですけれど、次の山に行くときにそのままここだけ細編み2目続きます。でまた鎖編み3目細編み、鎖編み3目細編みと一つ飛びで細編みを編んでいくっていうのが最初に入って、で次は一番最初ここ3目かな、3目で立ち上がって、次の山ですね、ここの山に細編み鎖編み3目で細編み、鎖編み3目で細編みとしていって、ちょうどここ大きい塊と大きい塊の間のところは鎖編み5目にします。でこれで1段編んでいって、じゃあ次って言ったら鎖編み3目で立ち上がって端っこは長編み2目入れます。でそのまんまもうここに細編み。で鎖編み3目細編み、鎖編み3目細編みと編んでいって、この鎖編み5目のところに来たら細編みの次にすぐ長編みを5目編みます。でまたすぐ細編み編んで鎖編み3目の細編みとやっていく。で次の段は細編みした後に鎖編み3目して、もう次すぐここですね、ネットのところに細編み、鎖編み3目編んでネットのところに細編み、これでネットがねここ2つなるんですけど、そのまま引き続きも鎖3目細編み、鎖3目細編み、鎖3目細編み、鎖3目でこの長編み5目の真ん中のところ拾って細編みで、ずっと鎖3目細編みをやっていく一段、ここは何も考えずっていうか鎖編み3目細編みの一段になります。で次なんですけれども、鎖3目で立ち上がってこの最初の鎖編み3目の中には、長編みを3目で、すぐ細編み編んで鎖編み3目細編みとネットにします。で次隣すぐに長編み3目鎖編み3目長編み3目っていう風につけて、またすぐ次その次に細編みと鎖3目細編みという形で、よいしょ、
ちょうどここですね。ここで1個の、まあ、パイナップル編みのようなものになるという模様にしてあります。で、続きをどうしようかはこれから編むので何とも言えないんですけれども、もうね、時間がね、また1時間近く経ってしまっているので、今日はこの辺にして、だ今週できればいいなと思っております。あと2日土日ですよね。今日金曜日なので土日でこれざーっと編み進めてね、いけたらいいかなと思っております。はい、というわけで続きはまた明日編んでいこうと思います。その際もしかしたら糸を変えるかもしれません。それではまた明日。じゃあ。